ホセグティエレス・ソラーナ作、カストロール・ディアレスの船乗り、ホセグティエレス・ソラーナは、スペインの画家である、マドリードで生まれた。父親は、メキシコ生まれで、カンタブリアに住む親戚の遺産を継承して、スペインに住むようになり、いとこの女性と結婚して、グティエレス・ソラーナが生まれた。父親の資産で、快適な生活を送った。 1900年から1904年の間、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーで学び、1906年にスペインの全国展に出展し、船外科作に選ばれた。1909年に両親がカンタブリアに移り、サンタンデールとマドリードを行き来する生活を送った。スペイン各地、特にバレンシアを旅し、スペインの人々の生活を描いた。 1917年からは、マドリードで過ごすようになり、プラド美術館などで、フランシスコ・デ・ゴヤの、黒い絵や、エルグレコや、ディエゴ・ベラスケスの作品を研究し、多くの芸術家の集まった、カフェ、カフェ・デ・レバンテの常連となり、ラモン・デルバリエイコール・イン・クランやリカルド・バロー派、フリオロメロ・デ・トレス、イグナシオ・スロアガといった芸術家と交流した。1928年に、 パリで最初の展覧会を開いた時には評価は低かったが、1936年にパリで3回目の展覧会を開いた後、国際的な評価を得た。バレンシアやパリで活動した後、1939年に彼はマドリードに戻り、1945年に没した。著述家としては、黒いスペインなどの作品がある。ありがとうございます。